早朝のミネロエリアから、稲わしろ湖に広がる雲海が見える日には、まさに視界いっぱいに絶景が広がる。稲わしろスキー場は、福島県山郡稲わしろ町葉山にあるスキー場。コース幅の広い開放的なゲレンデから眺める、稲わしろ町の中心地や湖の絶景が美しい。福島県合津の名宝、磐梯山南側の表磐梯エリアにある、スキー場で、 バンダイアサヒ国立公園内にレイアウトされている。2020年より、イズホールディングスグループ参加の株式会社、DMC アイズがスキー場を運営している。稲葉城、バンダイ高原エリアのスキー場の中では、長い歴史と伝統を持つ老舗的存在。稲葉城バンダイ高原インターチェンジから 8km と、交通の便が良く、広大なエリアを持つメレンでは、最寄り駅である。 1> JR 万越再線の稲わしろ駅前をはじめ、街の至るところから目にすることができる街のシンボリックな存在となっている。スキー場は大きく2つのゲレンデに分かれており、コース幅が広く、ファミリーや初心者も楽しめる中央エリアとテクニカルなコブの急斜面をはじめ、中、上級者も満足のミネロエリアとがある。稲わしろ周辺は、 北海道並みの地吹雪に見舞われることがある地域である。悪天候時の運転には十分注意する必要がある。ありがとうございます。